カモンマテリアル。マテリアルの高見五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、今日が、7月8日、ですね、はい、2週目入りました。はい、はい、7月の8日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです。はい、7月8日は、うん、七夜の日です。7で8で七夜、ね、はい、はい、その名の通り語呂合わせで来ております、はい、うん、安心して利用してをキャッチフレーズに、うん、七夜の存在を知ってもらおうと記念日が制定されました。はい、七夜。うーん、使ったことある？ないです。ないです、ね。ないよね。俺もない。そう、七夜ってどういうものなのかが分かってなかった。知り合いでね、うん、利用してる人はいましたけど、なんか物を、知り合いの場合はパソコンでしたね。うん、なんかパソコン、お金がないから、お金欲しいから、うん、パソコンを預けて、うん、でその何ぼか分かんないですけど、うん、まあ、ちょっといい値段ね。いい値段、まあ、10万ぐらい預かって。で、お金を預かって。で、それで、置いとく、その支援に預けてる月々の置いとくお金をこう払っていくみたいな、あ、それが払えんかったらそのパソコンは売ってしまうよっていう形になってたと思うんです、システム的には。まあまあまあ、あとは、ね、あの、もちろんその、金額を全額返せば、うん、そうですね、返ってくる、返ってくる感じ。まあ、要は、あの、とりあえずこれに値段つけてもらって、うん、で、お金借りる、で、お金を借りる、で、その借りたお金を返せば戻ってくる。まあ、そう、単純にはそういうシステムなんですよ。だギリギリ、うん、その置いてるお金を渡さなくても、うん、ギリギリ売れてなかったら買えるってこと？いや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 、もうあの質草に入ってもうたら、うん、自分が買い戻すしかなくなるんで、うん、もう元値より高くなる可能性がある。もっと高い。ああ、うん、そうですね。はい、そっかそっか。そうなんです。まあ、なので、うん、あの基本的には、うん、まあ、お金を借りに行く担保として置いといて、物を ね、で借りたお金を返せば返ってくるよという、まあ、これ江戸時代から続いてますから、うん、はい、もう江戸の庶民は結構ね、うん、使ってたって話ありますし、まあ、今はさ、ほらリサイクルショップとかで、そうですよね、リサイクルショップ、ね、それに似た感じですもん ね、だから売ったら、お金もらえるっていうのが、はい、今は リサイクルショップだけど、はい、昔はそれが、まあ、ある意味質屋であり質草で流れていくみたいな話だったりとかしたわけですよね。あ、なるほどね。はい、はい、で、はい、まあ、あの、あとね、俺ね、質屋は使ったことないんだけど、うん、多分間違ってないと思うんだけど、大丸梅田店とかのなんか催事場とかなんかそんなところで、うん、あの、その七草ばっかり集めて、うん、あ、あの、なんか いろいろ売ってるんですよ。だからそれにヴィトンのバッグとかもあれやってね、うん、で、そういうのをばっかりを集めて、うん、で、しかもほら七草ってことは相当ええもんね。そうですよね、お金出せるぐらい、うん、お金稼せるぐらいのものを流してるわけやから、うん、割といいやつばっかりのやつに、なんか奥さんに連れてかれて、うん、なんか俺よくわからんなうちにカメラの三脚かなんか買った思い安いなとか言って買ってみたみたいな、うんうん、でもね、使うもんやし、そう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 、うん、はい、そんな経験はありますね、うん、はい、はい、ではもう一つ、はい、ナンパの日はい、はい、ナンパの日、ま、ハウス、マガジンハウス発行の雑誌、うん、ポパイの、はい、1991年6月19日号で、提唱された記念日です、うん、はい、日付はその名の通りナンパという語呂合わせから来ております、まあ、七夕の翌日ということで、うんうんうん、新たな恋の発展を目指す意味もあって、はい、その日は見知らぬ異性を誘ってもいい日とされているそうですあ、まあ、誘われる方が迷惑なんかどうなんかって話はあるんでね、うん、そんな日勝手に作らんとってよって見知らぬ異性やしな、ね、見知らぬ異性を誘ってもいい日です、うんうん、出会いの季節です。はい、皆さん見知らぬ異性誘っていいそうですようん、はい、そうですね、だからナンパしたことあります？ないんよね、まあ、そのね、そのナンパの、まあ、引っ掛け橋とかね、はい、まあ、有名な大阪では、ね、年間とかありますけど、うん、そういうナンパはしたことないですけど、うん、まあ、ちょっとまあ飲みに行ってて、うん、まあ、隣の女の子グループとかをちょっとこうね、うんうんうん、声かけて一緒に飲もうとか、うんうん、そういうことはしたことありますけど、まあ、そのナンパってやっぱり
苦手でした僕は正直。あ、声かける、声かけるっていうのはそういうのは、うん、僕もそれはそうやな、あんまりしな、ほとんどしてないですね、うん、やっぱあのね、学生時代で柔道ばっかりやってたから、うん、ね、あの辛いかついは、うん、あのスポーツ狩りやわみたいな感じで、うん、いかつい感じに見られちゃうから、あんまりね、なんか女の子に声かけるとかっていうのはようやらなかったと思うんですけど、怖がられちゃう。一回だけ、うん、あの某大阪女学院 の、うん、あのダンスパーティーに一個上の先輩に連れてかれて、うん、で連れてかれて、まあでも俺そん なんかダンスなんか踊られへんしさ、うん、であれって思ってこう一人でぼーっとしてたというかあれだけど、うん、でもなんかそうやって見てると、あれあの子も一人やなみたいな女の子がいて、へえと思って見てたら、あの先輩がスーッと言って、ヒューラどうしてんって言って、でも先輩はね、先輩の彼女が大阪女学院にいて、うん、それに呼ばれて行ってる、うん、行ってんねんね、彼女がいんねんね、うん、でそれが、うん、あの俺の子ヒューって言って、どうしてんヒューラって、いや、あのなんかあの子一人でいてやるみたいやから、ちょっと声かけてみようかなと思って、え、どの子で、あのあそこなんか、あの子な、うーんって言って、スーってその女の子の子行って、はい、声かけて、あの引っ掛けてそのまま消えていって、ふざけんなよお前こらみたいな、お前ちょっと待て、後でめっちゃ怒ったもん俺。え、その彼女はかわいそう。え、彼女はほったらかし。まあ、そういう人でしたけどね。もうね、あれはね、もう後でめっちゃ怒った。俺が声かけようとしたら、いやそんな俺の方がさっき声かけた待てえちゅう。え、じゃあナンパできずってことですか。いや、もう未遂で終わりました。それ以来やってません、はい、一回もじゃないと、ないですね、はい、ゼロ回、はい、はい、うん、はい、っていう日でした。はい、はい、はい、ということで、はい、このプレゼンありかなしかなんですけども、はい、まあ、先週も言ってたように、今週来週も映画監督のね、うん、インタビューが、ありまして、で今週はですね、面白いですよこれ、うん、結構面白い、あのタイトルが札束と温泉というタイトルで、うん、はい、どういう作品かというとですね、うん、人狼ゲームって知ってます？人狼ゲーム、ね、人狼ゲームシリーズの原作脚本を手掛け、うん、同シリーズの8作目、人狼ゲームデスゲームの運営人では、自らメガホンも取った、川上亮監督の長編2作目ということですね、はい、そして主演は、ミスマガジン2018のグランプリで注目され、ドラマ彼女をお借りしますや、うん、映画、グリーンバレットなどで、活躍する沢口愛佳、古風な温泉宿を舞台に、女子高生たちがいわくつきの札束を発見したことから起こる混乱を描いたクライムコメディですということなんですね。面白そう、はい、でこの、川上亮監督にですね、インタビューさせていただきましたので、まずは予告編と一緒にご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。そろそろ上がれ、うん、そうなんだけどね、今ちょっと考えてることある。何それ。何でもない。いや、あるでしょ。2000万円ぐらいある。2000万？2000万ってどうしたのこれ。外国のマフィアとかヤクザとかそういうのかもしれないって。まさにそれだった。ヒカルがさらわれた。死にたくなければまずは見つけてきてください。カメラもまだ回収してない。カメラ回収？気にしなくて、ただ金多少は引っ張れるかもしれない。先生、私とも会えなくなっちゃうの。だからあのお金がいるの。絶対死んでる。逃げたりしたら殺しますから。私見つけるの得意なんですよ。どうしよう。通報したら一旦はいなくなりますけど、その後で必ず戻ってきて必ずお仕置きします。そして必ず売り払います。やっぱり売る。はい、売ります。私はお金がいるの。再出発したいの。それは君の事情だろ。偉そうに僕に説教なんかするんじゃない。あー、痛いです。分かった。ちゃんと返す。本当に返した。捕まえて特に連れてきて小遣いやるから。まさか信じたいのだって、たいなんて嘘つき。はい、それでは映画札束と温泉の監督でいらっしゃいます、川上亮監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川上です。はい、
それではまずですね、監督からこの作品について、まあ、簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、今回の札束と温泉という、映画はですね、まあ、ヤクザの愛人が持ち逃げしてきたお金をですね、まあ、温泉宿に来ていた修学旅行中の、女子高生たちがたまたま見つけてしまい、まあ、そのうち一人が持ち逃げをし、でもそこへ、まあ、お金を取り返しに来た殺し屋が現れ、まあ、そこにさらに、まあ、お金が必要な、とある事情で、ゆすりをね、されている、あの、先生なんかも絡んできて、まあ、いろんな事情が交錯していく、まあ、犯罪者のコメディ映画になっております。はい。はい。そうなんですよね。犯罪者のコメディ映画。まあ、ここがポイントだと思うんですけど、でももう一つのポイントがですね、なんとこれは、ワンシチュエーション。まあ、旅館なんですよね。温泉旅館なんですよね。はい。だからもうドア玉からいきなり温泉が出てきてっていう、その場所をどれだけ分からすかっていうところもすごく分かりやすく入れていただいてて、しかもこの温泉宿から一切出ないですからね、外に。はい。だから時間がそのまんまの状態で進んでいくというのがこの作品すごく面白いところだなというふうには思って見させていただいたんですけれども、まずこの作品ってどういう経緯で作られた感じなんでしょうか。もともと、あとオンラインで流すためのお芝居の脚本のオファーをいただきまして、で私自身も、はい、まあ、映画監督というよりは小説家と脚本の方を、まあ、メインにやってるんですけども、はい、そのオンライン芝居用の脚本を書いてですけれども、まあ、その、まあ、企画自体がちょっといろんな事情でなくなってしまってで、はい、けれども、まあ、私自身今回の脚本が気に入っていたということもあって、まあ、自分のつてを使ってその映像化させていただいたという流れになります。まあ、それでももともとは温泉宿の話ではなかったんですよね。場所は決まってなかったんですけども、はいはい、もともと最初のオファーが、まあ、そこそ こ, こう有名なアイドルグループの方たちがそのコロナで劇場公演できなくなってしまって、はい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 、で、まあ、オンラインで芝居をやろうっていうところからスタートしてたんですね。はい、で、まあ、でもコロナも落ち着いてきたので、普通に劇場公演できることになったので、この企画がなくなったんですけども、うん、まあ、そういう、スタートがありましたので、まあ、割と若い女性が複数登場する物語にしようっていうところが最初にあったんです。で、まあ、私自身が割とミステリーものをたくさん作ってまして、はい、入り組んだ物語を作るのが得意で、で、まあ、若い女性が複数出てきて入り組んだ物語を成立させるために、まあ、最適な、うん、まあ、ある意味その閉鎖空間じゃないと、こういろんなキャラクターの、はい、がね、そのすれ違いみたいなものが起こらないので、はい、そういう限定空間、閉鎖空間としていい場所ないかなって考えたときに、まあ、若い女の子たちが、まあ、修学旅行で、まあ、一つの、はい、まあ、宿に泊まっているっていう設定が、うん、まあ、一番いいなと。なるほど。で、それはまあホテルよりも、まあ、日本人的には温泉宿の方が、うん、見ていて楽しいし親しみもあるんじゃないかなっていう流れで温泉宿っていう舞台設定で、まあ、若い登場人物が複数の群像劇っていう流れを組み立てていきました。なるほど、なるほど。で、この作品がですね、僕はめっちゃ面白いなと思ったのは、とにかく長回しが多いんですよ。そうですね。もうセリフも長いし、はい、だから結構役者さんも大変やったやろうなと思うんですけど、その辺はどうでした？そうですね、めちゃくちゃ大変やと思います。で、長回しというか、もともとそのお芝居を前提としてますので、うん、本来が、一切カットなしの、もう最初から最後までワンカットで作ろうっていうコンセプト で、はい、で今回の作品も基本はワンカットなんですね、はい、で全体74分の中で、まあ、何箇所か、まあ、どうしても切らざるを得なくて切ってる場所はあるんですけれども、うん、でも基本はもうリアルタイムで最初から最後までつながるような作り方にしてまして、うんうんうん、それがありますので、もう各役者さん、まあ、1回の撮影がワンシーンが10分とかもうね、はい、もうもっととかそれぐらいの長さを、まあ、基本会話劇ですので、もう喋りっぱなしになるということで、はい、まあもう膨大なセリフ量ですし、セリフ終わってももう次のセリフ、次のセリフ、そして次のシーンまでもがずっと撮影続いてそのまま、うん、っていう形ですので、まあ、めちゃくちゃ大変やったと思います。もうそれもようやってくれたなって思いますし、コメディなのでやっぱり会話のテンポってものすごい大事なんですけども、うん、例えば前
作らせていただいた人狼ゲームっていう作品も、はいはい、まあ、かなり会話の多い作品だったんですけど、まあ、あれはもう人狼の、うん、人狼っていうゲームをやるためにこうかなりキャラクター同士が議論する作品だったんですけど、はい、やっぱり作品のテンポを良くするために映像を切って無理やりこう短くして会話のまとまを無理やり短縮したりしてたんですけど、今回ワンカットなのでそれが一切できないんですけれども、はい、うん、間延びした印象を与えないお芝居掛け合いを役者さんたちすごいやってくれたので、はい、そこ本当に嬉しかったですし、素晴らしいなというふうに思ってます、はい、さっきちょっと打ち合わせでお聞きしたところでは、はい、結構このキャラ付けというか、はい、これ大変だったっていうお話だったんですけど、そうですね、まあ、コメディとして作ってるので、はい、結構極端なキャラクター性格のキャラクターが多いんですけれども、はい、例えば大熊あゆさんがやられてるキャラクターとかっていうのは、はい、あそこ先生とこっそり付き合ってるキャラクターで、はい、かなりアホっぽいキャラクターなんですけど、はい、本人別に全然そんなアホっぽいわけではないので大熊さんにはもういやもう君がもう全もうちゃんと賢い子やっていうのは分かってるけれども、ここをあえてその自分を捨ててアホっぽいキャラに徹してくれってお願いしたりとか、はい、そのエマっていうキャラクターはもう盗撮魔の変わり者っていう設定なんですけれども、はいはいはい、まあ、それを演じてくださった糸瀬奈々葉さんという役者さんはもう非常にこう真面目で理知的な方なんですね、はい、でもうもちろん盗撮魔ではないですし、あんなぶっきらぼうな喋り方をするわけでもないですし、まあ、それでももう他のじゃあ他の作品のこのキャラクター参考になるんじゃないかみたいなこうディスカッションをひたすらやらせていただいて、はい、まあね、4人組の中でのもう特に変人キャラみたいなものを一生懸命作り上げてくださいましたし、そうやっても普段と全然違うキャラクターを作ってで、しかもあの長セリフを全編にわたって皆さんやってくださったので、はい、いやありがたいなと思います。はい。いや、だから演技もそうだし、その、カメラもそうなんですけど、テンポがね、ものすごくよくて、ポン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 進んでいくじゃないですか。その中で、それぞれのキャラがぶれないでいてくれるっていうのが、うんうん、すごく面白かったんですけど、僕的にはこれって、ある意味、女の人版の吉本新喜劇っていうか。はい。なんかそんな感じなんかなという、はい、だから話がめちゃくちゃ複雑な吉本新喜劇っていう意識はもう最初から持ってました。で、はいはい、オーディションの時からもう役者さんたちにはもう新喜劇のつもりでやってっていうふうに言ってましたし、はいはい、殺し屋のキャラクターなんかも、はい、やっぱコメディーなので、やっぱ見てる人が本当にこれ作品の中で人死ぬかもって思いながら見るのではなくて、やっぱ結局はまあ死なないんだろうなと思って安心しながら見てほしいというのがありましたので、うん、殺し屋キャラなんかも、もう本当に人殺そう、殺しそうっていうのではなくって、うん、もう新喜劇の、もうなんか島木ジョージさんとか池野めだかさんとかが、はい、まあ、もしね、男性版でやるなら、こう演じてくださるような方向でのキャラクター作りっていうのはやっていただきました。なるほど、なるほど。いや、だから、最初から最後まで、まあ、ドタバタ、ドタバタ、あっち行ったり、こっち行ったりとか、すごいしてるんですけど、うん、安心して見れるっていうのは確かにそうなんですよね。うん、まあ、これネタバレかもしれないですけど、先生なんか途中でどつかれてて、もう常にどつかれて倒れるしかないみたいな、はい、そうですね、あれはもう予告編で何回も出てるから言っちゃって大丈夫かなと思うんですけどもう先生はひたすら同じアングルでも殴られまくりますし、はいはい、であれよく見ると殴られるたんびに顔に塗ってる血のりの量が増えていくんですよそんな細かいことやってたそこまでは見えてなかったですね。最終的には顔全部真っ赤になってるいやだから多分ね、この作品ね、そのいろんなギミックがあって、はい、そのギミックをどう楽しむかっていうところがポイントになるんだろうなってすごく思うんですけど、やっぱりお笑いが僕自身とても好きで、うん、で、まあ、入り組んだ犯罪劇にしながらも、まあ、要所要所で、例えばその先生とヤクザの愛人の話がずっとすれ違うところなんかは、はいはいはい、アンジャッシュさんのコントを、なるほど、なるほど。内容にしたいなとか、はいはいはい、冒頭で、そのヒカルっていうキャラクターがひたすらぼやいてて、それに、はい、リサっていうキャラクターがじゃあこうしたらいいんじゃないって言って、でもそれに対してまたヒカルがでもなってこうぼやき続けるのは笑いのブラック
ックマヨネーズさんのネタみたいな感じにしたいなとか、そういういろんな、はい、なんていうか、あのお笑いへの愛が、はい、あの込められた内容にはなってると思います。なるほど、さすが大阪出身の監督だけあってお笑い要素をよく、ね、練り込んでおられるということですね。そうですね、ちょっとお笑い愛を込めてみました。はい、わかりました。それではですね、そろそろお時間なので、はい、最後にですね、監督からあのご覧になってらっしゃる皆さんに一言お願いいたします。見ていって絶対楽しめる作品にできたと思います。いろんな人から全体として今回74分の作品なんですけれども、なんかもう30分ぐらいに感じたよっていうふうにすごく言っていただいて、はい、あのまあ、スピード感とその娯楽要素に関しては特に力入れてますので、まあ、楽しい気持ちになりたい方はぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで映画札束と温泉の鏡亮監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一応ね、これあの丸抜の前にさっき言っときますね、川上亮監督も、マテリアル来るそうです。川上監督、丸もらいましたよ。はいはいはい、罰持ってないです。ああ、口だけしか持ってない。はい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 、ということなんですね。はいはい、いや、あのね、吹田出身なんですよ。ね、関西弁がちょいちょい出てきてたから、関西出身の監督さんやなって。で、あの、まあ、あの打ち合わせしてる時も、あの一生懸命ね、関西弁に戻そうとしていや、でもなんか徐々に戻ってた感じがしてた。まあ俺がずっと関西弁で行くからね、まあまあ、あのどうしても戻ってくるっていう感じにはなるんでしょう。吹田の方で、あのね、実はね、この谷町四丁目の近くに、うん、そのなんかゲーその人狼ゲームとかの人やから、そのなんかカードゲームかなんかかな、そのあのカードを売ってるお店があるらしくて、よく通ってたらしく、谷町四丁目ですか。谷町を知ってるよね、うん、あ、じゃあぜひ行きたいです、いうことだったんですよね。はい、はい、なので、ぜひ、来ていただきたいと思います。あのとりあえず一歩だけ入れてください、はい、いつ行きたいですみたいなのは、はい、入れておいていただくと、対応しやすいのでよろしくお願いします。あのなんせあのマテリアル、あのいろいろあのイベントの日とかもね、はい、ありますよね。そうですね、はい、うん、はい、という感じでございます。まあもう丸出ましたから、はい、ということで映画札束と温泉はシネマート心斎橋、はい、で、7月7日昨日からですね、公開しております。はい、で順次ですね、京都南海館とか、にでも公開していく予定ですので、またその辺予定をね確認していただければと思います。面白そう、はい、なかなかねわちゃわちゃした感じで、と札束、はい、温泉札束と温泉入ってるところは札束と温泉、うん、温泉入ってるところあるんですか。あります。ああ、予告でも流れてます。予告でも出てたけど、うん、一番頭にきます。はい、はい、はい、思わせぶりな感じの、シーンが出てきます。はい、うん、はいはいはい、あのそんなにサービスショットはないです。難しいですね。はいはい、まあまあ、あのいろいろね、ミスマガジンとかもいますからね、うん、あのあれなんでしょうけど、はい、はい、ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということで、次あゆみ、はい、お店の情報です。はい、はい、7月のカバの日は、はい、カバの日は10と24日ですね。はい、第2第4月曜日はカバの日です。はい、19時スタートで料金は1500円となっております。10月までなのであと8回ございますので、ぜひぜひ皆様お早めにお越しくださいませ。はい、そして、はい、鳥猫シティは金曜日にやっております。もうあと1回です。はい、14日、7月14日の1回だけですよ。はい、はい、まだ見てない方ぜひぜひお越しください。はい、はい、19時20分スタートで料金が1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひお越しくださいませ。はい、このチャンスに、はい、ぜひマテリアルで鳥の子スキーをご覧くださいませ。はい、はい、そして、野村雄二監督のさようならが7月21、22、23の3日間、うん、全7公演ございます。はい、はい、上演しております。料金が2000円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひお越しください。
ださいませ、はい、お時間の方はねそれぞれホームページの方に載っておりますのでご覧ください。お願いいたします。そして8月少し言っときます、はいはい、前回もねご紹介させていただきました、うん、一つぼっちですね、はいはい、8月の4日、はい、5日、6日の3日間で上映がございます。料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。こちらの方もねお時間がそれぞれ違っておりますので、うん、ご覧いただきたいです、はい、そしてねアフタートーク付きで、うん、はい、上映がございますので、はいはい、楽しんでいただけますのでぜひぜひ。これ主演来るの？リモートね。リモートね、はいはいはい、はいはいはい、なるほどね。リモートの3回だけ、はい、3回リモート、平山さんはリモートで、はい、ズームでやるんですけど、その他の方はリアルに、うん、なるほどなるほど、はいはいはい、はいはい、ぜひお越しください、はいはい。そして8月の11、12、13でディスコーズハイです、はい、岡本隆史監督のディスコーズハイです、うん、はい、こちらの方もね時間がそれぞれ違いますので、うん、ホームページの方もご覧いただきたいんですが、後でまたね詳しく説明いたします、ご紹介いたします。はい、はい、そして8月の18、はい、19が、うん、なんと 2days でラクザライブです。はい、なっております。はい、これまた人気やから早く申し込まないとね。もうね、はい、半分ぐらい埋まってます。もう埋まってんの、はい、もう埋まっております。はい、はい、なのでねもう 2days していただけますので、はいはい、18日金曜日、19日土曜日の時間となっております。はい、お時間が19時30分スタートになります。はい、料金は2500円でワンドリンク付きとなっておりますので、はい、ぜひ早めにご予約お願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はい、じゃあいきますよ。はい、今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイは、はい、岡本隆史監督のはい、ディスコーズハイ、はい、これ一回実はうちのね、はい、そうですよね、あれでこのねこのプレゼンありかなかで、そうです、監督インタビュー、で監督インタビューをね、なんとねこれ今から言いますよ、うん、僕コロナでホテル療養してるホテルからなんと、ズームでインタビューしたっていうね、はい、という、思い出がありますね。そして岡本隆史監督、はい、番組で歌ってます。だから番組出てきてもらって、ディスコーズハイのために歌ってくれましたね。そうですよね、はいはい、音楽事務所のヤードバーズにおじのコネで入社した、兵士なでこ、兵士なでこ、売れっ子バンドを次々と輩出する同世代の、下読みしとけよお前もう。ブレッコバンドを次々、別区とは違い、彼女の担当するバンド坂の下、ね、バンド坂の下はデビュー以来鳴かず飛ばず、おまけに極度の上がり症で自身も会社のお荷物扱い、次回作の予算もおりず、自らの手で MV を作成することになるのだが、ですね。はい、そうですね。この主人公のね、うん、その主演をね、されてるその田中樹さんっていうか、めっちゃ綺麗な人なんですよ。うん、めっちゃ綺麗な人に緊張したら、あ、そうそう。っていうなんか、ね、鳥の口みたいなのを無理やりさせてるとかね。はい。なかなかさすが岡本氏やなっていう感じの演出をしておりますよ。はい、はい、ディスコーズハイをね知った後に、うん、短編の上映もあるんですよ、はいはいはい、このね、3日間で、ね、11日が、キラにぶち壊したい、松本大輝監督の短編が、はいはい、ディスコーズハイと提供してあります、はい、そして弾き語りライブもあります。はい、もうほんま盛りだくさんの1日なんですよね、うん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 、で12日も、それぞれねあって、これじゃない歌、これは岡本隆史監督の短編があったりとか、慣れたらっていう 松田直也監督の短編でございます。はい、であとね松本大輝監督の短編映画も上映があったりとか、まあ、今ね一緒に作品作ってるんだよ ね、新作 の、だから岡本隆史君が監督をやって、うん、松本大輝君が撮影監督で、うん、
入ってますんで、だからまあ今コンビみたいに動いてはるんでね。そうですね、はい、はい、で、ナナミさんの弾き語りライブがあったりとか、うん、12、13はそうですね、弾き語りライブがっていう、うん、本当に盛りだくさんの、はい、で3日間になります、はいはい、まあまあ今回ね、うん、まあこれディスコーズ配自体は去年公開、2021年の公開で、1年、一昨年か、はい、公開で、はい、やってましたけれども、はい、まあ、いろんなところでね、結構評価されてるみたいですから、うん、はい、まあ、なかなか面白い作品では、音楽はね、音楽めちゃめちゃいいんですよね。全曲これ、そう、そうなんですよ。自分で全部作詞作曲してると、うん、で歌ってはないですけど、ね、他の方が歌ってるんです。でね、すごいのが、この作品のためにバンド組ましてる。ですよね。そう、うんうん、でこの作品のために組んだバンドで、CD 作っちゃってるみたいな、そんなやつですね。はい、まあね、プロデューサーとしても腕のある人なので、うん、はい、音楽プロデューサーとしても、はい、うん、はい、そうなんですよ。これがね、8月11、12、13の3日間、はい、うん、はい、うん、全7回の上映となっておりますので、うん、お待ちくださいませ。はい、ね、またここで見ていただきたいですね。はい、はい、はい、という感じでしょうか。はい、はい、ということで今日のグッドチョイスでした。はい、ということでですね、はい、なんとかギリギリ今日30分いけるのかな30分いけるのかなみたいな感じなんですけど、はい、エンディングでございます。はい、はい、4月も2週目入りまして、はい、はい、もう3分の1ぐらい終わったみたいな感じなんでね7月か7月か、はい、ということなので、はい、皆さん、おちおちしてちゃダメですよ。もうやらなあかんことはもうどんどんやっていきましょう。はい、やろうと思ったらその日が吉日ですから、はい、ガンガンいろいろとねやっていきたいですね。僕らももう、まあ、今思ったこといい、フル活動でフル稼働でいろいろやろうとしてるんですけども、まあ、空回りしてるところもありますけど、なんとか頑張ってね。もう今俺とって比較4本ぐらい動かしてるからね。そう、忙しいんですよ。まあでもなんとかね、形になるまでやり通したいなと思ってますね。皆さん期待していてください。はい、で来週またね、監督のインタビューありますんで、これまたすごい作品です。はい、楽しみにしててください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。一番